コルチュラコルチュラコルチュラは、クロアチア、ドゥブロブニクネレトワ軍の都市及び、基礎自治体で、コルチュラ等の東岸を防御してきた歴史的な、城塞都市である。旧市街の周囲は城壁に囲まれ、通りは杉屋屋模様状になっており、風通しを良くしているが、激しい強風からは守られている。コルチュラは、島と本土の狭い海峡を守る、岬の上に固く築かれた町である。 城壁の外側には18世紀まで建物を建てることが禁止されており、木造の羽橋は1863年に変えられただけである。こチちらのすべての狭い通りは顕著な例外である。南東部の城壁沿いに走る通りを除いて階段がある。通りは階段の心配が必要ないことから考えの通りと呼ばれている。 町の歴史的な場所には1301年から1806年にかけて建築された中央部のロマネスクゴシック様式の大聖堂である聖マルコ大聖堂、15世紀のフランシスコ会、修道院とベネチアンゴシックの回廊、市民会議場、全支配者であるベネツィアの行政官、宮殿、15世紀、16世紀の地元の商人貴族の館や城壁などがある。 コルチュラには経験なカトリック教徒の住民が古くからの教会の彩色や武術舞踊を守っている。モレシュカは中世に遡る武術舞踊で本来は特別な行事の時に行われるが現代では週2回観光用に公開されている。コルチュラは1214年に奴隷制を禁止する法令が出された町で世界で最初に非合法化された場所である。コルチュラは 他のダルマチアの島々やドゥブロブニックなどのアドリア海沿岸の都市と同じようにラテントスラブの2つの文化が融合しローマ時代後期より開かれ始め現代のクロアチアに至っている19世紀後半まで他の島がクロアチア人で占める間でもイタリア系の住民が大多数をコルチュラでは占めておりダルマチアの山岳部やクロアチア本土とは異なったアドリア海や 地中海の文化を備えていた。第一次世界大戦後はオーストリア・ハンガリー帝国からユーゴスラビアに編入された。ありがとうございます。